皆さんこんにちは。今日で10回目になります。まず初めに太鼓打ちます。ではベトナム語に行きます。ベトナム語はですね、これはあーです。大きな口を開けて、あー、これ大きな口を開けて、おー、これは大きな口を開けて、ちょっと力入れて、で、これは口を尖らして、うー、これも口を尖らして、おー。これは曖昧母音ですね。これはその長母音、うーと言います。で、これはですね、日本語の絵と同じ漢字、これはうと同じ漢字で教科書に書いてるんですけど、実際はですね、日本語の絵ほど口を開けなくて、ちょっと日本語の絵よりも口を小さめにして、ですね。これは「い」の口をして「う」という漢字で「う」と言います。で、クオクグ文字と言うんですけども、声調がですね、このチョンですね、こっちはこれ声調なんですね。声調がこう入ってます。ディエンヴィエット、これはベトナム語という意味ですね。で、チェがですね、チェじゃなくてチェなんですけど、チェがこういう2つの書き方があるんですけど、これをソリジタで発音する地域もあります。それからズもこの3つあるんですけど、これをソリジタで言う地域もあります。スもですね、両方ともこれスというところもあるんですけども、これだけソリジタ、この時はですね、シュの、音になります。ソリジタの場合はですね。それと、これはカです。これはカ。これはタです。これはタ。タ。これは有機音ですね。これは無機音ですね。で、ちょっと何でも一人でしないといけないので大変なんですけど、挨拶言葉ですね。チャオ、オン、バ、アイン、チ、エム。で、祖父という意味とか、兄という意味もあるんですけども、年齢が上の人に対しては、男性はアイン、チーと、女性の場合チー、またはコーというんですけど、もっとこう、年齢の高い人にはオン、女性の場合にはバーと言います。で、自分と同じぐらいか下の人にはエムと言います。だから、レストランにいた時ですね、M、おーいと言うとですね、若い男性が来てくれます。それから、ありがとうは、come on, I'm。 これをつけるんですね。come on, G とかですね。come on, M とか言って。で、ありがとうという意味ですけど。también、これはさようならですね。よ、たんびえんってスペイン語にもありますね。私もという意味なんですけど、それと似てますね。たんびえ、たんびえですね。から、しんろい。これはですね、ごめんなさいっていう意味ですね。しんろい。から、バーニューティエン。年齢は
あ、年齢はじゃなくて、いくらですか？バイニューティエン。タッコは高い。海内来海事。このラを言わないこともあるんですけどね。海内来海事事。これは何ですか？身長遠いメニュー。メニューを私に見せてください。すんもーい、どうぞ。で、これはどうぞなんですけど、食べるときにも、自分が食べるときにもこう言っていいんですね。リーダー、リーは行く。どこに行くの？リーダー、トイ、モンディ、ベトナム。私はベトナムに行きたいという意味ですね。で、この無音の後にですね、動詞いろいろ持ってくるとどうどうしたいということが表現できます。で、これはバオニューって縁がありましたけど、バオニュー遠いで年齢を聞いてますね。で、年齢聞くのは一向に構わないんですね。ベトナムの場合ですね、上と下ははっきりしたいんですね。トイテンラ、私の名前ですね、は何々ですと。これはですですね。アインテンラジ、あなたの名前は何ですか。ジは何ですね。英語の what ですね。コンヒュー、わかりません。で、イエスはヴァン。で、ノーはコンと言いますね。ハとカの間ぐらいの発音ですね。これコンというのがですね。で、ベトナム語をですね、調べると面白いんですね。中国語から来てる漢字から来てるのが約6、7割あるんですね。こう似てるんですよ。で、名前はこんな風な感じで言って、姓なんていうのはですね、姓はもう同じ名前の人が何人もいるんですね。で、男性か女性かを見分ける感じで、ここにもう一つミドルネームみたいなのがついて、そしてさっきの天ですね、名前を言います。で、実際の名前がどの名前かお互いに知らないこともあるんですね。こうフルネームをですね。で、数はですね、モハイバーボンナムサオバイタムチモイと言います。で、乾杯するときですね、モハイバーヨーとかって言うんですね。この1、2、3ですね。モハイバーモハイバーヨーと言ってお酒飲んでますね。で、次はトルコ語ですね。トルコ語はもう一応ちょっと出たことがあるので去っていきたいと思うんですけど、一人称、二人称、三人称、これは複数ですね。アドヌズネディア、あなたの名前は何ですか？ベニムアドムマサヒデ、名前を言います。で、イエスエベット、ハユルはノーですね。で、名前を言うときにここに男性はベイをつけるんですね。女性の場合はハヌムをつけます。名字を言うときはバイ。で、女性はバヤになるんですけど、これをトイレのところに書いてますね。男性、女性を分ける意味ですね。で、挨拶言葉はメルハバーですね。これはアラビア語のマルハバンから来てるんじゃないかなと思うんですけどね。リトフェンがどうぞしてくださいというときですね。だからミンファダリック、アラビア語のミンファダリックみたいな感じでしょうね。ブルンがどうぞですね。タファダル、アラビア語のですね、それと同じ感じで使われてるんじゃないかなと思ってます。
とってもいいというとか、チョックも日本語と似てるんですけどね、いいもあの同じなんですけど、チョックいいで、いいですで、ですをするときはチョックイムと言いますね。サオル、サオルンと言ってもいいんですけど、ありがとうですね。シェルフェはですね、乾杯って時これ使うんですね。ちょっと待って、ビルは1でしょ、ダキーカ、ちょっと待って、ビルダキーカ、タマーム、いいですか、オレミ、そうですか、ちょっと配置を打つ感じですね、そうって感じですね。アンナマドゥン、わかりません、これはもう前あってですね。ネカダール、いくら、パハール、高い、ウジュズ、安い、スジャック、あ、暑い、ソウク、寒い、ウザク、遠い、ヤカン、近い、ホシチャ、カロン、さようなら。これは何、ブネディール、それは何、シュネディール、あれは何、をネディール。二例で、どこに、ここに、あのトイレットとかね、場所を示すものにいて、どこっていうことですね。で、これはイスティオルムは何々をしたいですね。だから、ここに例えば行く、ギツメックって、ギツメックイスティオルムって言ったら行きたい。ギョルメックイスティオルムって言ったら見たいになるんです。これ動詞の、あの不定詞ですね。ヴァルムというのをこう、あの名刺の手につければ、あのありますかっていうこと、あの名刺、あの店に行ってからですね、なんか探すときにこういうふうに言えばいいんですね。ヴァルム、ギゼル、美しい、美味しいとも、美味しいときにも言えますね。オレンジ、学生、パラ、お金、スは水ですね。チャイは紅茶ですね。カフェはコーヒーですね。エクメックはパンですね。で、このこれは前も言ったように、これはゼですね。ゼ、これはチェ、これはシェと発音します。で、このビルイキウチドルドベシャルティでセクズドクゾーンってこう、これにこう入れて、あの覚えるんですね。で、この関係をよく覚えるんですね。で、あの一番目のとかいうときは、あの後にインチをつけるんですけど、この最後の母音が何かによってこういうふうに変わるんですね。これの時はこれがつく、これの時はこれがつく、これの時はこれがつく、これの時はこれがつくんですね。でも、あの数いうのはもうそのまま言えばいいからですね。で、これインドネシア語ですね。インドネシア語はですね、自分を含むか含まないかでこう言い方が、あの自分で相手を、あの含むか含まないか、相手を含まないで私たちはという時は神と言います。そして二人称はこのようにいろいろ言い方があります。で、これまあサウダラ、ソウダラでもいいんですけど、パパック、イブ、これ省略してパック、ブーということも多いですね。で、複数なのでこう、あの続けて言えばいいんですね。アンダースカリアンというのはちょっとこれはもう、あの覚えるしかないですね。ディアイはメレカ、ブリオはブリオ、ブリオって言えばいいんですね。で、これはちょっとこう、なんかこう好奇というか、あのちょっと距離が離れた人という場合に言いますね。で、皆さん知っているのオランウータンですね。これは森の人という意味ですね。こっちからこうかかるんですね。で、人はおらん、飯はなし、魚はいかん、貸し役へというとこう、あの覚えたらという覚え方が、あのよく言われます。
でよく私はインドネシアの人と親密にしてたんですけどね、メールのやり取りもしました。アーパカバル、元気、バイクバイクサジャ、元気だよ。ナマサヤタハラ、私の名前はタハラです。セッパナーマサウダラソウダラ、であなたの名前は何ですか。サンペジュンパラギ、さようならですね。これ AI はですね、サンパイじゃなくてペイということが多いですね。これエットですね。ビサはできる、バハサジュパン、日本語できますか。ビサとか聞くんですね。で挨拶ことはソラマコ、時間によってこう4種類あるんですね。やあビサスディキ、ティダクティダクビサ、できないときはですね。でティダックと武漢というのがあって、武漢が名詞を否定するときは武漢ですね。動詞とか形容詞を否定するときはティダックを使います。アパイニ、これは何、このイニアパと言ってもいいんですけどね。イトというのは これはタガログ語です。よく似てるんですね。ミンタメニュー、これも私はよく言ってたんですけど、メニューを持ってきてくださいね。ミンタボン、伝票を持ってきてください。これ帰るときですね。でよく言ったのバゴス、すごいってわけですね。マハール、暑い、エナック、ノイシー、パナス、マハールは高いですね、高い、パナスは暑いですね。でスダプナクバリ、バに行ったことがありますか。いや、スダプナプルナスカリ、一度行ったことがあります。ブルムブルムプルナクサナ、そこに行ったことがありません、ね、でダリはどこから、ディはそこ、だから佐伯にですね。これ佐伯から、どこと言えばク、天草へ行きますという意味ですね。でサヤドクトゥルって書いたら私は医者です。ところがドクトゥルサヤって書いたら私の医者という意味になるんですね。最後に、数ですけども、数の言い方なんですけど、これももう簡単ですね。簡単でちょっと勉強したらできます。では時間が来たのでこれで終わりにします。